はい、どうも、キムチャンスのあやかでーす。さて、引き続き、いきます。はい、今日は、シャープ7、パート5、グループ評価。シャイニーの名曲、Everybody。Everybody、どうだろう、聞いたことあるかな？シャイニーはもちろん知ってるんですけど。と、今日はもう連続で見ようと思うので、もうグループバトルも終盤かな？はい、パート6のグループ評価、個人1位、グループ1位は誰っていうところも、見ます。はい。三代目 JSOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE の RISE THE FLAG かな？レンさんのチームですね。のもとっても楽しみでございます。はい。やっぱ曲ごと、そしてグループごとにいろんな個性が出た回なんじゃないかなって特に思いますので、ほら、こう最初の時よりよりこう個性について考えたり、グループで勝つためにはどうしたらいいかとかっていうことをたくさん考えたと思いますし、その考えた結果、より人に見てもらうパフォーマンスをしなければいけないっていう自覚も出てきて、すごくクオリティも前よりね、上がってると思いますし、見応えのあった回だったんじゃないかなと思うんですが、まあね、お別れもありますからね、またね。はい。まあちょっとそれも考えると切ないですけど、見ていきましょう。じゃあまずパート5からいきますね。いきます。せーの、スタート。始まりましたよ。コンテンポラリーバンド。え、あ、そうなんや。そうなんや。ちょっと難しそうやな。まあ、何したって難しいから人の曲をやるっていうのはね。勝ちたいにです。なるほど。いくみくん。うん。大阪の方ね。うん。白が似合うね、みんな、ほんま。うん、ミンヒョクさんがいるチームね。うん。うん。中林さん。え、よかったよ。なるほど、なるほど。なるほどね。恩返しも含めて。なるほど。ちょっと寝癖が可愛かった、今。うん。佐藤さん。まずは、意思は言わなあかんもんね。うんうん。うんうん。うん。なるほどね。うん。うん。はい。うん。気持ちって大事やな、ほんま。うん。あ、そうなんや。めちゃめちゃ特別な曲。あ、ほんまや、借りてるやん。なるほど。なるほど。自分の曲じゃないけど、自分の曲並みに思い入れが強いっていう曲あるよね。ある。なるほど。じゃあ、頑張らなあかんね。頑張り時やね、これは。
軽い。すげえ、これ。信頼してるの無理やな。安心感。あら。うん。あ、リーダーね。はい、リーダーいいよ。リーダー。自分を含めて、うん。謙虚なリーダーですね。安心ってなんやろな。安心ってのはその包容力ってこと？なるほど。トレーナーチェック。おお。バランスがね。再現性ね、がないね。
決めるとかやもんな、今の綺麗なライン作るとかやもんな。これさ、旗から見たらさ、冷静に見れるけど、やっぱやってる方はいっぱいいっぱいやからさ、何をどうしたらいいのみたいな、やっぱ心境になるのはわかるな。あら。なるほど。ここね。しんどいとこやな、まだこれ。体がすごい疲労。なるほど。いいね。なるほど。メインボーカルか。顔にちょっと出ちゃってますよね。あら。前日、リハーサル。日本人の発声と韓国の方の発声ちゃうから、むずいやろな、歌。地声っていうのかな、実声っていうのは。地声強すぎたらもう絶対上抜かれへんキーやから今の。おー、綺麗。ジャパニーズバージョンね。なるほど。もう、いい声じゃん。むずー。おお。
なるほど。着地が、雰囲気ありますね、でも佐々木さん。かっこいい。どれだけ才能があっても、まあ、なくてもっていうんですかね。本番に強いか弱いかもありますよね。正直。きついね、これは。決めたいところを決められへんかったっていうのはやっぱ悔しいと思うな。なるほど。佐藤さんよかったね、確かに。頑張ってたしね。ちょっと顔に出てたね、それが。悔しい感じが。そうですね。どっちの悩み、涙もありますよね。いろんな涙だよね、これ。おっと、リンくんのチーム来たで。ここまで来ると、あ、終わりました。圧倒的までいかなあかんからね。期待値高いグループは特に。思ったよー。辛いね。辛い。もう、失敗したこととかは取り消せないし、いくら練習でうまくいってても、本番で失敗したらそれは、それまでやしっていうか、そういう世界やし、一発勝負の世界やし、オーディションだけじゃなくてそれはコンサートとか、でも一緒やし、ある種、なんて言うんでしょうか。これは、私が思うことなんですけど、
や、いろいろやってきて、いろんなステージ立ってきて思うことなんですけど、正直、さっきも言ったけど、実力とかは関係なく、本番に強い、まあ言ったらステージに強い人と、本番のそのステージに動揺しちゃうというか、まあ、ステージに弱い人といると思ってて、やっぱね、それは、だから実力とかはあんまり関係ない部分もあったり、あとはどれだけ準備ができてるか、メンタルと、その練習自体にどれだけ準備ができてるかっていうのでも変わってくると思うんですけど、今回の彼らの場合は準備不足ではなかったと思うんですよ、オーディションやから。だからあとはメンタル、その人前に立って評価されるっていうことの心の準備がどうだったのかってところはちょっと感じましたけど、でも、アクロバティックなので、あれは始まり。そればっかりはちょっとメンタルだけの問題じゃないと思うし、ちょっとアクロバティックって若干運もあると思うし、その日のコンディションもあると思うから、ちょっとそこは何とも言えないですけど、まあでも、34歳になって思ったのは、いつも言うけど、それをなんでそんな何回も言うか言うたら、めっちゃ重要なことやから言うんですけど、マジ人生運だと思ってます、正直。生まれ育ちも運だし、そこはもう自分で選んでないじゃないですか。運だし、その後の進路を決めたりとか、環境を決めていくのも正直ちょっと自分だけの意見じゃないという意味では運もあるし、じゃあ大人になって自分で道が切り開けたらそれは実力だけかって言ったらそんなことはなくて、誰に気に入られるとか、別に言い悪いじゃなくてね、誰と出会うかとかで運の良さも変わってくるし、正直、ほぼほぼ運じゃないかと思ってます。で、しかもめっちゃ重要なのは環境っていうか、まあ、人がすごく、出会う人がすっごく重要なんじゃないか。そしてもともと生まれ持った素質、ポテンシャル、遺伝的なもの。めちゃくちゃ割合で言うと、運とポテンシャルは、上位を占めると正直思ってます。で、それプラス練習したりする、その、実力ね。根性とか、まあ、いろいろあると思いますけど、日本のやり方があると思いますけど、それも大事なんだけど、それだけじゃどうしようもない世界ですね。はい。で、この世界だけじゃなくて、私、芸能だけじゃなくて、すべてそうなんじゃないかなと思ってるので、今のとこは、また考えが変わるかもしれないですけど、これほど運に左右される世界もないかなとは正直思いますけど、でもまあ、普通に働いてても、バイトしてても、普通の仕事してもやっぱ思ったし、運って大事やなって、どんな人が職場にいるかっていうのも運やし、なんかほんまに、今日のはちょっと、菅井先生も運って言ってたけど、マジで思ったかな。ちょっといつも思ってるけど正直、前は前は運はあるなとは思って見てますけど、今日はちょっとほんまに感じましたね。はい。じゃあ行きますか。次、レンさんのチームですね。では、パート6行きます。せーの、スタート。日本トップクラス。ノリノリやな。すごい、今日。声援がすごい。ドリームフラッグ、いい名前ありそう。そうなんや。EXILE とかさ、JSOUL BROTHERS とかのイメージがあんまないから楽しみ。アベンジャーズ。まあね、気になるよね。
風船割り苦戦してたよね、みんな。ヘロヘロ。泣いてる。きつかったん？ほう！ヘテオンさん、まさにその通り。関係ないねんな、もう実力あれば。見せ方とかはね、大事になってきますけどね。あ、こういうテンポ感なんや。ちょっと大人っぽいな。軍隊みたいな。崩す？ほとんどない。逆にいいんじゃん。まあ、一から作らなあかんけど。なるほどね。そっかそっか。時間との戦いもあるもんな。そっかそっか。なるほどね。そっか、そういう価値か。そっか、そういう考え方あるよね。信頼してくれてるからこそって話ですよね、今の。その方を明るくする人ですね。大沢さん。独自のキャラ。驚き方もなんかちょっとアイドルとは思えへんぐらい。よ、しないっすね。バランス見て選んでるもんね、レン君のバランスすごいね。なるほど。練習は嘘つかない。確かにそうやな。確かにね。あ、ウランさん。これ嬉しいよな。一番目やもんな。シューターの声、シューターは歌が上手いと思います。じゃなくて、歌が好きです。歌声が好きです。みたいな答え方が、ほんまにいいな。いい答え方。そうですよね。これはこれでプレッシャーやな。
ラップ。沸かせたい。ラップやもんな。ラップはすごく花形ですからね、その部分。確かにね。あ、トレーナーチェック。あ、ラップ？色を変えてってことですよね。ニュアンスを。はいはいはい。あるあるですよね、これ。冷たいけど、詰め方がわからへんって時は多いよね。お、たくみさん、真ん中。ついてってるよね、たくみさん。やばいな、おろしと。楽しい。楽しんでるの大事。彼本物ですね。だって言ってあんのすぐできれへんって、普通。ええー、ってなるって。初心者やで、だって。彼本物ですね。ちょっと来たね。名言じゃね？見てすぐできるのは、才能あるわ。悔しそうやもんね。お兄ちゃんやね。楽しみしかないねんけど。そうですね。
それはそうですね。うん。うん。数だけじゃなくてね、印象に残したいよね。なるほど。うん。聞こえてる、なんか。何今の、鳥肌立ったわ。来るよ。ウィおお、たくみさん、いいね、声出てる。そういうのは入れてくんねんな。おお。ボーカル力が全体的にこう、技術が、なんていうの？こう統一されてるのが聞きやすいかも。へえ、なんか、エグザイル、じゃない、間違えた。LDH か。感がちょっとなくなって自分たちのものにしてる雰囲気でしたね。やっぱそれは振りを結構構築したからかな、最初から。上原はうまい。へえ、なるほど。何この母性本能みたいな。何この包容力。
わかんわん。我が我がってなるオーディションやのに。すごいな。そうですね。ここまで思ってもらえるとね。やだ、今の、すごいな、メンタル。それがね、いいか悪いかっていうのはもう人それぞれの感じ方があると思いますけど、感動しちゃったな。グループ愛っていうんですかね。こういうのをね。ああ、これはわからんわ。魅力あったもん、みんな。なんていうか、このキャラ争いみたいなのもないし、ちゃんと自分のやることに集中してるって感じだったから、わかんないわ。よかったね、たくみさん。いちょんさんもめっちゃ嬉しそう。ちょっと、泣かんといて。泣かん。センターでしたしね。1位。やっぱ欲しかったですよね。目まん丸。よかったね。なんか、なるべくして1位になった感じはちょっとあるかな。なるほど。あ、終わりか。鳥肌立ってきた。はい。大接戦。10位。総合ね。スカイさん。おー、寺井さんめっちゃいいじゃん。北川さん。よかったよかった。急によかったもんな、あの前日リハーサルからの。佐藤さん。お、本田さん。おー、キムちゃん。お、めっちゃ上位やん。シアモンさん。特攻並みさんやったっけ。そらそうですよね。ほんまやで。なあ。ほんまやわ。そうやんな。たくみさんからしたら、やったことないのに、みたいな。はい。いやいやいや。
誰がなってもおかしくないからわからん。誰が1位って言われても驚かへんもんな、正直。よく考えたら J1 やね。J1 の3人やね。はぁ、あ。いや、よかったよ。ま、曲とかの相性もあるからな、今の段階では。あ、でもめっちゃ、あれやね。ほんまに接戦やね。あんま変わらへんや、票数。あ、でもあんま変わらんね。5万票。やっぱ。ちょっと、やばいね、彼は。ってなってたね、みんなこれ。オーディション見てるとき。これがオーディション。番組の醍醐味というか、こんな逸材どこにいたんっていうね。はい。そして謙虚。いや、彼はもう魅力だらけやな、ほんま。たくみさんね。謙虚やねんな。うんうん。あら。うんうん。いや、でもほぼ票は変わらんからな。うん。はい。そうなのよ。確かにね。グループバトル総合順位。ファイヤー良かったかな。あのクオリティがね、感動したとクオリティといろいろ噛み合ったものがってことやろな、やっぱり。うん、レイザーフラッグも良かったな。そうやんな。10万票やもんな。へえ、特別パフォーマンス。へえ、なるほど。10位、ウェイクアップ。9位、エブリバディ。8、ドゥルドゥル。7位。おー、ラブミーライト。キマちゃんがなんか今とちょっと違ってシュッとして爽やかなのね。すごい。今ももちろんかっこいいんやけど、個性的なイメージがあるから可愛くて。6位、イフ。うん、5位、ハピネス。コンセプトにちゃんと合わせてたのが良かったかな、ハピネス。ちゃんと理解してた曲のコンセプトを。4位、リプレイ。うんうん。クエスやな。そらそうやんな。みんな1位狙ってるわけですから。うん。うんうんうん。冷静ですね、本田さん。うん。
はい。はい。悔しいけど、まあ、そうなんかなっていう、こう、受け入れられる数字というかね。おー、3位 Y。いいね、でも。覇気やっぱあるよね。まあ、ここまで来ると、クソーってなるよね。2位と1位が見えてるからね、目の前に。まあ、でも、そうですね。クオリティを含めると、あと、歌も含めると、やっぱ、そうですね。レーザー、フラッグか、ファイヤーになりますね。いや個人的には、私が投票できるとしたら、ファイヤー。でも、クオリティは、どっちも良かったと思うので、好みも出てきそうな気がします。なるほど、なるほど。そうですよね。うん、そういうプレッシャーがあったんでしょうね。うん、うん、はい。タイミングとしてね。勢いがある。もうね。あー怖い。こんなんどっちが勝ってもおかしくないと思うねんけど。あの、冷静に見ても。エンタメって、答えがないから難しいね。おー。レンさん。レンさんの圧、今までの圧が感じるな。悔しいね。10万票。これ大きいね。だいぶ大きいよ。次も、まあ、そうやんな。そういうことやもんな、でも。大変すぎひん。次も1。やっぱ追いかけられるのってきついと思うからな。はい。メンタルも含め素晴らしいですね。考え方も。まめちゃん。なりたいタイミングやったな。うん。はい。悔しいな。すごく期待されてるけど、1位になれてない自分に対してなんか思うことがあるんやろな。周りから見たらね、すごいことやねんけど。反省やね、みんな。反省会やね。そして改善点を洗い出すって感じかな、それぞれが。またグループ変わっちゃうしね。この言うたら、もう言うても即席で作ったメンバーなわけじゃないですか。もうそれがまた大変やと思うねんな。信頼関係築いて、こう、すごく時間をかけて作った作品ではなくて、もう即戦力っていうか、すぐ形にしていかなあかんから、そういう相性もあると思うし。
オーディションって感じですね、本当に。圧倒されたよ。うん、圧倒された、ほんまに。一緒に戦えて嬉しかったです。ちょ、もう、豆ちゃんが純粋すぎてあかん。これはあかん。これはあかん。ちょ、私の顔やばい。ほんまに純粋やな。ちょっと、ドラマ見てるやんっていう気持ちあった今。ドラマよりドラマよ。人の人生ですから、これは。ちょっともう。なるほど。大沢さんがすごい上位に来てた。コンセプトバトル。22万票、どんどんなんかもう、数バグってきてるやん。あれやね。どんどんクオリティ上がっていくね。多分。どうなるんでしょうか。あー、順位発表。はい、終わりました。はい、パート5、パート6見終わって、グループバトル終了ということでございますね。個人的には、ファイヤーがクオリティも、歌も、見せ方も、表現力も、すべて、あと、そして、これが一番個人的なんでしょうね。それぞれのキャラっていうんですか？見た目とかも含めて、良かったですね。はい。ただ、良くなかったっていうことはなくて、他のチームが。それぞれの良さがあるし、それぞれ頑張ってたのはもちろん伝わってるし、頑張ってない人がここまで残るわけがないので、それは、ほんまに毎回毎回ドラマがあって感動したんですけど。そうですね。上位に行くのって何やろうなーって考えて見てたんですけど、10位まであって。覇気かな？覇気。もうこれしかありませんっていう覇気ね。なんか誰、どなたの発言だったか忘れたんですけど、なんかこう、長年芸能界を見てきた人のね、ツイッター、X のポストやったかな。ちょっと、忘れたんですけど、なんか、その X の投稿だったのか、何かテレビで見たのか、YouTube で見たのか忘れちゃったんだけど、長く芸能界にいる人の、特徴って何ですかみたいな。芸能界でずっとこう成功したりとか、ずっと活躍できてる人の理由というか、それをまあ、ずっと芸能界に傍らね、ずっと見てた人の意見で、それしかない人みたいな。もうそれしかできない人。っていう風に表現されてて、それは別にネガティブな意味じゃないんですけど、まあそれしかないと思ってる人とかね。もちろんそれだけしかできひんわけじゃないかもしれないけど、もうそれしかないってこう本人が思ってる状態っていうのが、やっぱ続けられる秘訣じゃないですかみたいなのを見たことがあって、正直私もそう思ってて、もう、まああれもいいけど、これがやりたいとかじゃなくて、もうこれしか自分には道がないって、腹をくくった瞬間ってすっごい魅力的になると思うんですよ。だって他にできることないから、ここで後悔するようなことをしてしまっては、他で生きれる自信がないわけですから、もうやるしかないみたいな、そうそう、やるしかないみたいな、腹をくくった人は、覇気が出ると思うんだよね。まあもちろんそこにはクオリティは絶対いるし、その気持ちだけはできないですけど、まあ、それは練習あるのみじゃないですか、正直。で、音楽たくさん聴いてセンス磨くのみじゃないですか。そういう部分に関しては。で、まあ先生にアドバイスいただいてみたいな。だけど、あとのその曲に対してのアプローチとかって結構メンタル出ちゃうので、覇気があるかないかですごい変わっちゃうと思うんですよね。ステージの輝き方がね、ステージ上での輝き方が。それがちょっと顕著に
出てたかなとは思いました。もうこれで決めてやるとか、もうこれしかできることがないっていうか、じゃあ他で普通にこう、サラリーマンとして働くとかっていうのがちょっとほんまに想像できひんっていう人とかね。まあもちろんね、私個人的に思うのは、純喜さんみたいな、どこ行っても大丈夫そうなタイプ？なんかわからんけど、どこ行っても、これしかないっていうよりは、全然誰でもできそうやなって、こう、器用に、できそうやなって、こう、人に好かれるっていうか、人が好きな人、そうそう、人のことを好きなタイプみたいな、純喜さんタイプの人みたいな方は、純喜さんタイプみたいな方は、まあ、これしかないっていうやり方じゃない、夢の叶え方もあるなとは、まあ、一部例外はあると思うんですけど、まあ、大体は、これしかない覇気感が必要なんじゃないかなとはちょっと思ってますね。そこに魂が入るというか。まあでも、純喜さんの場合も、歌が、やっぱ、まだこのテレビ画面上ではそこまでその純喜節について触れられてないですけど、歌に対するアプローチが、魂乗ってるので、すでに、歌い方なんですよね。なんか歌心のある人の歌い方なので、そういう意味では覇気があるし、なんかそういう、覇気について考えたかな。10位を見て思ったのは、10位から1位までを見て思ったのは。でもこればっかりは、やってる時っていうのは、もちろん本人たちは全力尽くしてるし、これ以上ないぐらい頑張ってるから、なかなか難しいと思うんですよね。自分でこれ覇気本当にあるんだろうかとかっていう風に考えてやるのは難しいと思うんですけど、まあそのためにトレーナーの方もいらっしゃるのでっていうところかなと思うので、そこでやっていくしかないですよね。ほんまにね。はい。ということで、見終わっちゃいましたので、次からコンセプト評価に入りつつの、これ、私まだ見てないからもちろんわからないんですけど、つつの順位発表ってめっちゃ酷じゃない？これ。次取り組んでる最中の順位発表で脱落ってことでしょ？きついね、ちょっと。なんか、時差があるというか。これはどうしたらいいんでしょうか、私は。はい。まあ、とりあえずちょっと、一瞬の束の間ですけど、ほっとしたので、少し休憩してまた見たいと思いますので、よかったらまた、はい、お付き合いください。ちょっと長なったけど今日。はい。ということで、もし一緒に楽しんでくださった方、はい、ジャム兼キムトモさん、いつもありがとうございます。は、チャンネル登録もしまだしてない方は、ぜひ、高評価も忘れずによろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。